そこまでそれぞれが、気持ちを強く持っていく、そんな練習にな、していきましょう。力ビーズよ。はいはい、はい、特にお前、やばいし、お前昨日間引きしたらしいんけ。バカせよ。はい、オッケー。でも夏場やからもうしっかりと栄養補給ね、特に糖分、甘いもんをしっかりと食べなさい。まあ、特にプリンとかね、食べたいわ。プリンは栄養たっぷり言うてな。あ、ごめん、面白くてな。ほんで、まあ、余談やけども、先生、先月ちょっと事故ってんやけども、その事故った時の車の修理代は、部費から出しました、部下中だったので。はい。で、アフリカ遠征についてやけども、まあ、向こうでしっかりと力をつけていきたいから、監督さん、監督さん。今、なんて言いました？プリンは栄養たっぷり。いや、それはいいです。二度と聞きたくないです。その後です。なんか、修理代がトータルコータル。なる。まあ余談も余談やけども、まあ部活やったので、事故の修理費はもう部費から出しました。はい、で、アフリカ遠征についてやけども。いや、待ってください、待ってください。すいません、待ってください、多いから。待ってください。ね。なんすか今の。アフリカ遠征。いや、それも気になるんですけど、どこまで行くんですか？誰と試合するんですか？滋賀の町田監督のチームと。滋賀でやるよ。なる。いやいや、ちょっと待ってください。アフリカ遠征っていう気になるワード入れて、スルーさせようとしないでください。修理代を部費から？なる。それって保護者会に言いました？なる。いや、保護者会に言いました？報告しましたかって。いや、とかじゃないっすって。いや、僕らに別に決定権はないっすけど、保護者会にはちゃんと報告してくださいね。膝に手をつくな、シャキッとせ。シャキッとせ、お前ら。はいはい、インターバル3秒だけ。はいはい、行きまーす。行くぞ、行くぞ。はい、行け。はい。はい。ちょっと、まあ、この後自主練やけども、お前ら、全員 TBB100 本だけやれ。まあまあ、出ないと、お前、こんなチームあかんよ。さっき走ってるの見たけども、全然あかん。ね。くっこ。お前。はい、しっかりなる。えぐらんねえな、にしても。もしもし、お世話になっております。あ、保護者会長さんですか。先生、一つお聞きしたいんですけども、部員を引いてしまった場合って、部費から治療代って出るんですかね。はい。そうですか。あ、とか翔太。あ。とか12連敗どういうことあれ。あれマジでやばすぎ。いや、もう終わってんだよ。いや、マジでびっくりした、あれ聞いた時。あのクソじじいさ、うん、昨日見たと思うけどさ、うん、元気なさすぎてヒゲもおじゃおじゃなくて。いやいや、昨日マジ焦ったも来た瞬間やばいやろ、うん、ほんまにマジエグいから。しかもさ、うん、あそこにあるツボあるやん、うん、なんかメンタルやみすぎてなんか幸運引き寄せるらしいやんか。購入して。いや、もう限界や。あ、動画撮ったで、昨日。ちょ、見してるわ。なんでよ、これ。ちょっと待ってな。あ、これ盗撮してもらってる。それ、ちょ、これ、あれ、オッケー、読みときよ、出てくるから。やばい、ちょ、これ、引き見て。これやばいよ。やばそうやん、もう。バリキシやん。あ、てか先輩、これ見ました？あ？監督のツイッターです。うわ、いったあいつ、尾崎おるからって調子乗りすぎやねん、敵手。ほんまそうっすよね。あ、まあ正直尾崎おったら勝てることは間違いない。そうっすね。そして、明日はいよいよ練習試合。この忌々しい12連敗終止符を打つ時が来た。なる。まあ、お前ら分かっちゃると思うけども、相手は因縁の連敗阻止させない大学。前回な、翔太のせいで、
4対51で負けたけど、なる。今回はそんな簡単にはいかん。なぜなら我々には尾崎がおるから。監督、あの、僕今日の飛行機でアメリカ帰ります。はい。嘘だろう。そうです。はい。それ何、明日も向こうで練習だ。いや、そうです。そういうわけじゃないですけど、飛行機のチケット取っちゃって。なる。チケット代がってこと？そうやったらあれやん、はい、V から新しいチケット買うたらいけるんちゃうか。まあ、もし、はい、それです。いける。そうそうそう、はい、すいません、今日部費確認したんですけど残り12円しかなかったんですけど、最近大きな買い物されました？今日のミーティング始めます。まあ、助監督さんやねんけど、ちょっと昼林でカンニングバレてもうて、今ちょっと話してるから、まだちょっと今日、まあまだ神田さんこう来てへんねんな、今日はちょっと。ひらばやしや。お前な、なんでカンニングなんかしてもで。いい。ダメなんすか？なる。ダメなんすかってお前。もう社会のゴミクズ。すいません、あれ。社会のゴミクズ。お前見たやつおるからね。日本悪くない。待てや、クソじじい。お前いくらなんでも言い過ぎやろ。自分がどんだけ偉いな。買わないよ全否定する資格がお前のどこにあんねん。俺の後輩やねん。お前に何がわかんねん。ちょっと声が出てへんぐらいじゃないやねん。お前だって完璧ちゃうやろ。社会のゴミクズ。は？どこが社会のゴミクズやねんって。なんか言えや。僕のためにありがとう。けど僕が悪いんです。お前は何も悪いことしてないやん。いえ、万引きしました。万引き？ええ、今回でバレるのは8回目です。まあ、以前にもやったことあるんですけど、バレてないものを含めるともっとすごいです。今日の昼食何？あ、いや、まだ聞いてないっすね。あ、そう、はい、なるほど。カレーがいいな、先生は。席はどこや？はい、はい、もう最近はね、ずっと言ってる、もう食事ね、うん、俺チームの課題やな、今の食事ね。で、まあ、いっぱい食べる、たくさん食べてパワーをつけるのももちろんやけども、まあ、食事に対する、まあ、感謝、向き合い方もちゃんとやっていきましょうということでな、チームを変えていこうということで、食事からチームを変えていく、食事改革な、やっております。まあ、じゃあね、最初に比べたら、ちょっとずつ、ご飯もな、いっぱい食べれるやつが増えてきたし、少しずつな、で食事に対する向き合い方もちょっとずつ良くなってきたと先生は思います。うん。ただ、まだ足りない。バル。うん、これじゃ足りない。だからもう少し一緒に頑張ろう。バラ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 。先生もまだまだ食べに来るから一緒に。今すぎ、向き合うよそこは。そりゃ先生がってよ。家で食べたいよ。食事。当たり前や。先生だって生活があんねんからお前はな。けどそこはもうチームとして食事から変えていくっていう課題なんやったら先生もそこはもう付き合うから。一緒に頑張っていきましょう。食事からチームを変えていく。あ、監督に寮母さんから伝言で、いい加減毎日毎日寮のご飯食べれに行くなんて食費払い、最近奥さんと喧嘩して実家帰られたからって寮のご飯頼りにすんなとのことです。なる。
そうだ、オッケー、ありがとう。で、新コーチ、ジョナサンコーチの件やけども。待て。え、もう何つったお前。だ新コーチ、ジョナサンコーチ。いや、それ、ね、お前じゃない、お前じゃない。お前や。え、待て、ジョナサン。ほんで、それも気になる。誰、ジョナサンって。ジョナサンコーチって、10年間もう、野球の指導のトレーニングの勉強されてるコーチ、すごいコーチや。え、海外の最先端の技術わかる。和歌山か。いや、もうそれええねんって。ほんで、お前、誰、何つったお前。あと監督が寮の職業払ってないこと、それええねん、それええねん、もういいって。え、お前なんつったん。監督が寮の職業払ってないことと、奥さんと喧嘩して実家帰られたから寮のご飯食べに来てることです。なる。いや、おかしいでしょ監督、それはいくらなんでも。何、自分が家でご飯ないからって寮でただ飯食おうとしてんすか。ねえ、なんか言うてくださいよ。なんか言うてくださいよって。ちょっと考えてるから。いや、もう早くなんか言うてくださいって。ねえ、ねえ、あと一週間だけ。あかん。なる。はい、これお前で、これちょうだい。はい。お前何や、お前普通の顔でミーティング参加しちょんねん。え、言わなあかんことあるやろ、全員に。はい。僕のせいで、チームみんなに迷惑かけて、本当にすみませんでした。すみませんで済むか、バカだろ、お前。なあ、散々頑張ってきたみんなのな、チームの輪を乱して。え？ちょっと待ってくださいよ。翔さんばっか目立ってるんですよ。みんなだってダメなとこあるでしょ。先輩たちだって、監督のミーティングが長い時眠たそうな顔してるし、1年も監督がいない時ダラダラしてるし、僕だって最近調子良くてバレてないですけど、ジュースとかネックレスとかバスケゴールまでめちゃくちゃ万引きしてるし皆さんだって同罪ですよ。まだ万引きしとるか。